大橋秀隆です。49歳、つけ麺をやってます。ちっちゃな時から浮気なお前で、父親が、製麺屋をやってまして、麺を作る方なんですけど、でその製麺を手伝ってるうちに麺の美味しさを伝えたいなって思って、でその麺の美味しさを伝えるのつけ麺が一番伝えやすいから、はい、それで始めました。あ、全部自分で食べたりして、食べ歩いたりして、研究で独学ですね。一人でやりました。頑固な感じで、頑固って書くんで、まあ硬くなに味を、はい、追求していきたいなと思って、はい、つけました。食感ですかね、あの麺のもちもちさしてるソフトな感じと、あとまあ硬いところと、まあ、パスタとうどんの間みたいなところを目指してやってますね。あとその天気とかその時の気候によって水分を変えてますね。小麦粉と水分の量を毎日、はい、少しずつ変えてやってます。まあ、家からここに9時半に来て、でこういう醤油だったりとかちょっとスープを作って、11時半からお店始まって4時20分に終わります。で片付けして6時ぐらいには全部終了しますね。ああ150人から200人ぐらいじゃないですかね。売り切れて終わっちゃうので、だいたい毎日。まあ本店は本店だけの味になってますね、はい、で各店舗は少しずつ変えて、味を変えてやってます。うん、ラーメンもありますし、つけ麺もありますし、はい、混ぜそばっていうスープのないのもありますし、でも本店は本店だけでっていうのが考えの中にあるので、やっぱりそのラーメンとかつけ麺のあれをもっと広めたいので、店舗は増やしていきたいですね、はい、できれば世界にも、はい、さよなら明日からは一人だし大丈夫、気楽にやっていくさ。